消費者金融の自動契約機が集まる建物、消費者金融とは、消費者信用のうち、個人への小口融資を行う貸金業者の業態を指す。以下では特に断り書きがない限り、日本での事例について述べる。金融機関による個人への融資は、1929年の日本中野銀行等による小口融資が始まりと言える。だが、この流れは、 太平洋戦争による戦時統制経済体制への移行により途切れることとなる。日本中野銀行の条件は借入れ人資格25歳以上の既婚者で東京及び近接所在の官長または相当な会社銀行にすでに2年以上勤続し今後も引き続き勤務の見込みがあるもの金額50円以上1000円まで期限から1カ年利子年8%天引き 他に、貸出金額200円未満のものについては一口に、月1円の手数料を調する。資金用都市助教育費、保険料、税金、定期見解入れ、資金及び添削費、出産費、医療費、総裁費、緊急衣服費、切迫した、救済召喚、その他家庭経済増進費等に限られる。保証人引く、雇い主、上役、高級同僚、親戚で、 相当資産がある25歳以上の者の,の中から2名、連帯する、相互保障は許されない。返済方法主に月塔。1930年7月から、三井銀行でも、三井系の会社銀行員に限って、金額2000円以下ーセ年6%期限以下年返済方法は、年付年4期払い、月等の条件で行った。太平洋戦争後は、資金は、 復興を急務とする産業へ回され、個人への直接融資は、戦後14年を経るまで行われなかった。1950年代も半ばを過ぎると、信用金庫等の中小金融機関が、消費者への融資に動き出した。そして1960年には、金融自由会の危機感から、都市銀行も消費者金融へと参入、ある種のブームとなった。 この当時の銀行等による消費者金融は融資対象者の制限、担保や保証の確保、融資資金の使用線制限が大部分であった。そんな中で日本審判のチェーンクレジット開始。当初は日本審判会員のみであったが、後に会員外にも提供や産業商事、関西金融などによるサラリーマンへの小口融資が登場する。 1967年には日本ダイナースクラブがクレジットカードによるキャッシングサービスを開始。1972年には銀行がカードローンを開始。また1977年にはアメリカ大手消費者金融企業アプコファイナンシャルサービスによるサービスが開始され、その後も外資系企業が日本市場へと参入した。こうした中で消費者の意識の変化などもあり、 消費者金融市場は大きく成長した。だが、この頃から強引な貸し付けや取り立て、借金区による自殺などが社会問題化し、貸金業規制法の制定へ向かう流れが作られることになる。社会問題化も参照。利息制限法及び出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律に基づく範囲内の金利で貸し付けるものと、 これ以上の金利で貸し付けるものがある。ただし、貸し金元本が10万円未満は、年利20%、10万円以上100万円未満なら、年利18%、100万円以上なら、年利15%を上限とする利息政権法は、罰則はないものの強行規定である。強行規定は、控除領続を具体化したものであり、 公の秩序を維持することを目的とすることから、罰則の有無に関わらず、これを遵守しなければならないとされる。契約について、強行規定に反する部分は無効となる。詳細は、金利についてを参照のこと。貸金業者は、貸金業法に基づいて、2以上の都道府県の区域内に営業所または事務所を設置する場合は、内閣総理大臣の 一の都道府県の区域内の場合は、都道府県知事の登録を受けなければならない。無登録で営業している闇金融は貸し付けそのものが違法行為として処罰の対象となる。しかし、近年は合法的な正規の事業所としての実態がないのに、都道府県登録を申請することがある。特に、東京都に登録しているものもあり、このようなものは10日で1割ならぬ。 東京都知事第 5X 号から、都市業者と呼ばれている。このような業者は、登録後、スポーツ紙などで広告することがある。1970年代頃は、サラリーマンを対象にした業者が多いとして、サラ金、あるいは、市街地に営業所があることから、町金と呼ばれていた。しかし、1980年代頃からは、女性や自営業者などの契約も多いとして、 消費者金融の名称がよく使用されるようになった。その背景には、過剰な融資や高金利、過酷な取り立てにより、サラ金地獄という言葉がたびたび使われるようになって、サラ金のイメージが著しく悪くなったことから、業界が新たな名称として、消費者金融の使用を推し進めたことがある。なお、サラ金の故障以前に1960年代頃は、団地金融や、 金人信用貸しという呼び方もあった。また、高い金利を特徴とすることから、氷貸しとも呼ばれる。英語圏国家では氷貸し闇の金融業者は、ローンシャークと呼ばれる。ローンシャークの取り立てには、しばしば脅迫、暴力が伴う。2010年以降は、主に利息政権法を遵守する消費者金融と、対比し、違法な金利で貸し付けを行う闇金業者等を指して、 氷菓子と呼ばれることが通常となっている。消費者金融は、サラ金と呼ばれることも多いが、社団法人神奈川県貸金業協会は、2005年10月4日に、当時の会長、吉野秀樹が、サラ金と呼ばないことを求める会長声明を出している。なお、日本の法令用語に、サラ金や消費者金融などの語は存在しない。 1970年代後半から1980年代初頭にかけてのいわゆるサラ金問題、そして1990年代初頭のバブル経済崩壊以降の消費者金融問題が挙げられる。バブル崩壊後に消費者金融が成長した背景には、バブル崩壊によって経済的に苦しい消費者家庭が増加したこと、自動契約機の導入以降、 それまで深夜帯に限られていたテレビコマーシャルがゴールデンタイムなどそれ以外の時間帯でも解禁されたことなどがあった。これらの追い風を受けて消費者金融は業界を挙げてそれまでのくらい皿金、町金のイメージの払拭に努めた。その結果駅前の雑居ビルの狭い店舗で担当者と向き合って融資を申し込むといった旧来の形だけではなく 郊外の国道沿いに設置された自動契約機へ契約申し込みをする利用者も増加した。また、女性専用ダイヤルと称して、女性スタッフとの電話で振り込むという、実際には傍らに男性がいても、女性対女性を歌い、女性が心理的に借り入れしやすい環境を作る会社も増加した。この勢いで、大手業者には株式を公開する会社も現れた。 株式公開することによって、経営者一族が莫大な富を得た例も知られている。そのような中で2000年前後からは、全常連加盟の情報センター、CIC、全国銀行個人情報センターの個人、信用情報機関による、ブラックリスト情報の交流、クレーンが開始され、余震の厳格化が図られた。これによって、大手6社などでは契約者の属性が向上し、 経営自体は健全化していったが、スケールメリットのある大手業者とこじんまりと経営可能な小規模業者の間に挟まれた中堅クラスの業者の中には、急激に業績が悪化して倒産、大手業者による買収、または再建上とするものも現れた。本来、信用情報の目的は、貸金業者自身の経営の健全性ではなく、過剰貸付を防止し、もって、 多重債務者の発生を減少させることにある。この点につき、その目的とは裏腹に信用情報が一部の業者で、勧誘の材料として用いられているとの指摘がある。個人信用情報を利用して、借り入れ、れ残高があるが、業者の定めた限度額に達していない顧客を探し出し、拒否されても借り入れを進めていたことが発覚している。このような行為は、 信用情報の目的外使用であり、信用情報交換契約違反である。従って、この指摘は、目的外使用に、民事上の責任追及しかなされないことの問題を、指摘したものということができる。また、個人情報保護法が適用される、信用情報に関しては、同法違反となる可能性もある。なお、このごろ、闇金被害が急増しており、その原因を、 上記のような信用情報機関の情報交流による予信の厳格化と中堅業者の淘汰に求める見解もある。他方、消費者金融業界は原因は2000年の出資法改正による上限金利の40.004%から29.2%への引き下げによる中小零細業者の撤退、倒産にあるとしており、業者の淘汰の原因を 信用情報の交流に求めるか、法改正に求めるかの点において、上記の見解と異なる。また、この二つの見解と異なった視点から、この時期の闇金被害急増の原因は、不況の長期化による所得の減少、デフレによる金融債務の実質負担の増加、防災法試行及び不況による暴力団員のサイドビジネスへの進出、携帯電話の普及などにあるとする見解もある。 また、税金、損害賠償、養育費などは、自己破産をしても支払い義務が残るため、それらの債務の返済のために、闇金に手を出すケースもある。2003年に、闇金対策を主目的に、貸金業規制法が改正されたと同時に、出資法の上限金利の引き下げが論じられたが、実現しなかった。近年、大手の消費者金融会社は、 銀行と提携資ローン保証業務に乗り出したり、また、メガバンクの資本参加を受けるなどの動きも、ある一方、全近代的なオーナー経営の業者も多く、取り立てに関わる数々の問題、高金利、押し貸し、竹藤創業者の元会長が関与した、ジャーナリスト宅盗庁事件などの社会問題が、依然として解決されていないと言える。 借りた人間が悪いとする意見もあるが、大手消費者金融業者の営利広告の影響等により、高金利の借り入れに対する抵抗が減少したなどの指摘や保証人以外の家族等法律上弁済の義務を負わない人間が返済に関わっている例が多くあるなど、借りた人間が悪いという決めつけだけでは済まない問題も発生している。 分母である自殺者全体の増加もあるが、利用者の自殺の増加が指摘されており、返済を続けても、関西が困難である状態は、サラキン地獄とも呼ばれる。自殺者全体については、自殺率は1997年から1998年に、かけて18.8人から25.4人へと、急増しており、 自殺者数は1997年の24,391人から1998年には32,863人へと急増した。警察庁の統計によると2006年の自殺者数32,155人について多重債務などの経済区が原因とみられる自殺者は約8,000人とされている。また、 2005年における大手5社利用者の自殺は判明しているだけで3649件であった。20歳以上の死亡者に占める自殺者の割合は2.8%であるのに対して金融庁などによると大手5社利用者の死因判明分に占める自殺率は25.5%であった。2006年8月には消費者金融の大手5社を含む10社がリスクを 最小限に抑えるために、借り手が死亡、重度障害で返済不能になった場合に備えて、借り手を生命保険に加入させ、保険金として、債務残高分を消費者金融を受け取り人にしていることが明るみに出た。本人が契約自体を知らない場合もあり、保険金は遺族を素通りして消費者金融に支払われる。2005年に、 大手5社が支払いを受けた件数は延べ39,880件であり、自殺によるものは判明しているだけで3,649件であった。メリットとして遺族が債務を負わない点があるが、死亡した債務者が過払いであっても保険金は消費者金融に債務残高分として全額支払われ、過払いの事実は遺族には一切伝えられない。この保険が存在せず、 相続放棄、限定承認をしない場合、遺族が死亡した債務者の債務を任意整理するには、相続人が弁護士、認定司法書士等に委任する。一般に、消費者金融は、利息制限法を超える金利での貸し付けの場合、みなし弁債の無効を主張されると、訴訟では全額を回収することができないため、訴訟の前に訴訟以外の手段を用いて、回収を急ぐことがある。 全額の回収を容易確実にするために、連帯保証人付きのローン、不動産担保ローンでの借り換え、公正証書の作成等の手段を用いる場合もある。過払いが生じている、法律上支払い義務のない債務者に対して強引な取り立てを行うことも状態である。過払いが生じている場合は、訴訟による回収が困難であるが、被告が裁判を欠席。 答弁書を提出しない場合、また、訴訟以外では、支払い督促に対して、督促意義の申し立てをせず放置した場合等、例外がある。厳しい取り立ては、違法な手段を伴うことも多く、当事者、関係者に、多大な苦痛を与える点で問題があるが、専門家の介入があった場合は、貸金業の規制等に関する法律、第21条6項の規定により、 貸金業者が債務者に接触することはできなくなる。なお、最近では、店舗や無人契約機での申し込みは減少し、インターネットやコールセンター経由で申し込みをして、審査を一通り終わらせ、最寄りの無人契約機や、本人限定受け取り郵便で、キャッシングカードを受け取るというケースが増加している。また、最近左官に宣伝されている、おまとめ、ローには次のような問題がある。 まとめる前に、任意整理などを行えばできたかもしれない。引き直しによる債務の減額ができなくなる。したがって、実質的に債務が増えてしまうことがある。特に過払いの場合は、もともと払う、必要のなかった債務を改めて背負うことになる。上記の問題を考慮して、過払い金が返還される可能性について、注意を喚起する正し書きを、CM、広告などに付している場合がある。 北海道のサラキン雑居ビル街1990年代後半より、特に地方都市の繁華街中心部や駅前などの一等地に出店する消費者、金融業者が増え、どの街に行っても大手業者の巨大な看板が占拠する事態が発生し続けている。これらによって、それぞれの街の持つ独自の景観が破壊され、画一的で没個性的な街並みが作られる。 原因の一つとなっているという批判がある。いわゆるサラ金ビルも参照されたい。かつて消費者金融において一般的であった金利について説明する。これはかつて出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律の上限金利であり、これを超えた貸し付けを行うと刑事罰の対象となったものである。例えば、100万円を 出資法上限金利である29.2%の利息で借り入れし1年間全く返済をしなかった場合、約29万円の利息が生じる。消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはないが、一般に利息制限法の基準を超えていた。利息制限法は強行法規であり、利息制限法を超える約定利息は民事的には無効である。 したがって、本来は、利息制限法を超える部分の金利は払う必要はなく、もし支払ったのであればそれは、元金の返済に充当され、過払いが生じていれば弁護士、認定司法書士等による交渉、訴訟によって返還させることができる。ただし、関西後、10年以上経過している場合は事項を主張される可能性が高い。相手が、 貸金業者で訴訟を等をせずに放置されているなら、借り手の債務の消滅事項は、最後の取引があった時から5年、過払い請求などの債権の消滅事項は、最後の取引があった時から10年である1月22日、最高裁、第1小法廷は、事項は過払い金が発生した時点ではなく、取引の終了時から始まるとする判断を示し、最終的な取引から10年以内であれば、 過払い金全額の返還を求められるとした。関西後も過払い請求は可能だが、再建の消滅事項が障害になることがある。かつては、法廷の契約書類、受取証書が整備され、契約者が納得の上で、自主的に払っている、任意の弁済である場合は、金利の支払いとして有効となり、消費者は返還を求めることができないとされていた。これを見なし弁済という、 しかし実際には判例により、上記要件の一つとしての受領書の発行が銀行振込での返済時にも要求されるなど、貸金業法43条はみなし弁済が認められることはほとんどないと言って良いほど厳格に返されており、また最高裁における一連の判決によってみなし弁済が成立する可能性はほとんどなくなった。弁護士、認定司法書士等が 依頼者の債務整理、具体的には、裁判所を通じた自己破産、個人民事再生、調停や任意整理する債務整理方法、将来利息は原則としてつかない等を受任した際には、これを正確に、利息制限法の金利で計算し直して、残債務を減額させ、過払いがあれば返させる。仮に約定利息29.2%で、 薬定利息分のみを返済し続けた場合、新たな貸し付けがないなら6年未満で、債務は0となる。実際には、薬定利息分を超える返済と新たな貸し付けが混在していることが通常であり、正確な取引履歴に基づいた、正確な引き直し計算が必要である。貸金業者が取引履歴の開示を渋る場合もあり、過払い金を回収するための訴訟が必要となることも、 ある。過払い金イコール不当利得は法律上の原因なく受けた利益である。不当利得であると知りながら利益を得ていた貸金業者は悪意の受益者であり受けた利益に法定利息をつけて返還する必要がある。しかし貸金業者は過払い金があるということを知りながらこれを自発的に返そうとはしない。その上、 みなし弁済の要件を満たさないがゆえに不当利得になることを知りながら返済金を受け取り取り立てを続けている。過払い金の返還を求められる状態であるのに借り手が気づいていないことも多い。この問題について貸金業者側からはみなし弁済の要件が厳しすぎるとの意見があるが他方指揮者からはみなし弁済は 利息制限法に違反する無効な弁済を例外的に有効な弁済とみなすとして特典を与えるものであるから厳しい基準をクリアしなければならないのは当然刑事罰の不存在に乗じて貸金業者が利息制限法を守らない貸付をするのが悪いという指摘も多い29.2%という出資法上限金利は英米を除く先進国に比べて 高すぎるとの指摘もある。また、利息制限法の上限金利を超えるが、出資法の上限金利を超えない金利を、グレーゾーン金利という。現在、この議論はみなし弁済規定が、貸金業法完全施行時に廃止されることで、一応の決着を見ている。最高裁、第二章法廷判決平成16年第1518号、貸金請求事件1月13日において、 利息制限法以上の金利の支払いについて、期限の利益喪失条項などで事実上の強制がなされた場合、みなし弁済の要件を満たしていないとされた。続いて1月19日に最高裁、第1小法廷、1月24日に最高裁、第3小法廷において同様の判決があり、3つの小法廷で判断が一致した。 これら一連の判決によってみなし弁済の成立する余地はほぼなくなり、これを受けて金融庁は貸金業規制法の施行規則を改正し、契約書、領収書に期限の利益喪出条項は利息制限法の利率を超えない範囲においてのみ、効力を有すると記されることになった。この改正がみなし弁済をめぐる法廷での争いに影響を及ぼす 可能性が指摘されている。2007年7月、大阪高裁は、灰色金利による請求は、違法な架空請求に類似すると判断しており、札幌高裁も、同様の判断を4月に出している。2010年6月18日より、改正貸金業法が完全施行され、同時にみなし弁済制度は廃止された。銀行や審判会社のローンカードによる、キャッシングサービスも、 上記と同じ状況であるが、このうち、審判会社などのショッピングクレジットの長期回数支払いで利息制限法を超える手数料率であっても、貸金業法、利息制限法などの規制は一切受けないため注意したい。クレジットカードの場合、債務整理の際にキャッシングについて過払いがあれば、ショッピングクレジットの債務と相殺される。また少数であるが、 深夜帯に現金が必要なものが、自らの銀行口座から預金を引き出す。場合 ATM 手数料が100から200円かかるが、かつては消費者ローンの貸付を受ける。場合 ATM 手数料を貸金業者が負担していたため、金曜の夜に借り入れして、月曜の朝に返済すれば、銀行 ATM 手数料借り入れ利息となることに、着目し活用する利用者がいた。 銀行カードローンの平均上限金利が年15%程度なのに対し消費者金融の上限金利は年18%程度なっている。2006年12月13日の第165回臨時国会において貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律が成立し12月20日に交付段階的に施行されている。 2010年の6月18日に全条文が施行された。また、この改正の最終期限をもって、出資法の上限金利は、年率20%となり、みなし弁済規定は廃止された。しかし、施行期間の最終期限まで、グレーゾーン金利が残ることについては、批判がある。また、施行から2年半以内に出資法及び利息、制限法に基づく、 金利規制のあり方について、所要の見直しを行う、見直し規定が定められている。みなし弁済規定の廃止、新規参入や、融資額などの規制強化、罰則などの強化が行われる等、詳しい改正の内容については、貸金業法を参照のこと。2007年には早くも影響が現れており、有料顧客を確保するために大手消費者金融、大手商工ローンは、 新規の顧客について、銀行系消費者金融と同じ水準まで、上限金利を引き下げ、審査を厳しくして融資先の絞り込みを行った。また、多くの業者で貸し付けできる年齢の上限が70歳未満となり、既存顧客でも70歳に達していると、新規の借り入れができなくなった。通常、貸出残高と回収実績の両方について厳しい、ノルマが課せられ、 達成できないと視点で連帯責任を取らされる場合も多い。と言われる消費者金融の業態にも変化が現れている。大手業者については、上限金利引下げに伴う審査の厳格化による制約率の70%台から30%台への低下や、ネオ闇金と言われる以前の上限金利である40%程度で融資する闇金業者の出現。 過払い請求への対応及び銀行等が融資を引き締めたことによる中堅以下の業者の倒産、廃業などが発生している。このような場合、過払い金再建者が過払いだということを知らないなどの理由で期日までに届け出できない場合、過払い金の請求が難しくなることがある。クレディアは2008年5月22日に民事再生計画案を提出し、再建届け出された。 過払い利息返還請求権については40%の弁済率で一括弁済する。30万円までの小学債権は全額弁済する。また、債権届出ができなかった債権者も届出がなかったことによって失権することはなく、利息返還請求権が再生債権として確定すれば同様に弁済することを発表した。大手系列の中小業者にも閉店。 営業停止が続いている。また、廃業した業者から、再建譲渡を受けた業者が一括回収に乗り出す、例も報道されている。このような場合、再建譲渡、営業譲渡は、過払い金の請求に対して影響があり得る。滞納された地方税に充当するため、地方自治体が住民の過払い金の返還を受ける権利を差し押さえる、ケースがある、法改正による、 上限金利の引き下げについては、賛成派と反対派の対立が存在した。両派には、激しい意見の対立があり、反対派は、全国貸し金業政治連盟などを通じて、政治献金、パーティー券購入などによる正解への働きかけを、行った。また外資系消費者金融などの意を受けた、米国政府も規制緩和要望書で、グレーゾーン金利を上限とする規制改革について、 触れている。引き下げ反対派の主張の例としては以下のようなものがある。多重債務者を標的にする闇金融の増加に対しては刑事罰の強化で対処すればよい。金利をどのように設定するかは無関係である。自由経済社会において国家が金利の上限を決めることは問題がある。金利の上限を決めることは供給を絞ることであり。 供給を絞ればあぶれた需要者は破産や闇金融に追い込まれる。消費者や個人事業熱など目的や金額の高も異なるのに一律に金利を定めるのは妥当でない。グレーゾーン金利は法的に不安定であるから解消されるべきである。しかし、経済への影響を最小限にとどめるために出資法の29.2% またはそれに近い金利に合わせることで解消すべきだ。引き下げ賛成派の主張の例としては以下のようなものがある。闇金融は規制を強化すれば減少する。規制を強化しないで金利を引き上げる口実にするのは誤り。闇金融は出資法の上限金利が現在より高い頃にもはびこったことがある。闇金融と金利の問題とは切り離して考えるべきである。 一律の高金利を維持することは、ローリスク層に貸し倒れリスクを転嫁している状態である。借りられない人は、新たな貸し出しを受けて、借金を増やすより、債務整理に取り組むのが望ましい段階であることも、多い。債務整理、過払い請求をした人だけが、利息制限法の恩恵を受けられる状態は、不公正である。緊急時の資金等は、社会保障制度、 セーフティーネットの充実等で公的に対応すべきである。参考闇金融対策について、日弁連は次のような提案をしている。貸金業者登録にあたって1000万円程度の営業保証金制度を導入する。出資法の上限金利を超える金利での貸し付け及び無登録営業の罰則を強化する。闇金融の契約は無効として、元本を含む 全ての再建を回収する権利を一切認めないようにする。2007年6月12日、帝国データバンクが発表したパチンコ業者の動向調査は、パチンコ業者の5月の倒産件数は、集計を開始した2005年以降、実質的に最多の11件に達したことについて、規制強化に対応して、賭博性の高い機器を交換する。 費用負担と消費者金融業者が貸金業規制法改正による上限金利引下げを前倒しして新規の融資を絞った影響から消費者金融からの借金が元での顧客が減少したことが原因としている。中小、零細企業倒産の要因の一つとして2010年の貸金業法完全施行に先んじてノンバンクの一部が金利を利息政権法に 違反しないように改正し、それに伴い審査の厳正化が図られ、倒産のリスク、貸し倒れリスクの高い企業、個人に高金利で融資することが減少したことがあると、する意見がある。貸金業法改正は、多重債務者救済を目的としているが、その一方で、関西不況の原因の一つとする意見もあり、反論もある。渡辺義美金融。 行政改革担当省はそれに対して反論している。また、引き下げ反対派は引き続き、法改正の見直しを視野に入れて、同様の主張を続けている。また、金融業者の経営状態の悪化、廃業、倒産、営業上渡などは、過払い金の変還に影響を及ぼしている。2008年4月の時点で、企業倒産が増加傾向にある。金融業者の企業倒産も、 増加傾向にあるが、他業種の企業倒産も増加傾向にある。帝国データバンクは2007年度の全国企業倒産集計で原料項関連の倒産が増加し、法改正の影響を受け、建設、小売り、サービスなど内需関連の幅広い業種で倒産が増加したとしている。消費者金融の倒産について改正貸金業法の影響と 金融機関からの引き締めを指摘している。倒産が増加した大きな要因は、中小、零細企業の収益環境の悪化にあるとして、一原料項に資材項産、改正建築基準法施行に伴う関連業界の混乱4資金調達環境を上げ、サブプライム問題で多額の損失を被った金融機関に融資の選別を強める動きがあるとする。 ノンバンクの審査の厳正化を中小、零細企業の倒産増加の要因に挙げていない。また、2004年から2008年まで最高最終形による自己破産申請数は一貫して減少しており、2006年から2007年に自己破産申請数の減少率は微増している。2008年の個人及び法人の自己破産は合計約14万件であり、 2007年より約1万7000件減少している。個人は約12万9000件で5年連続の減少。法人は約1万1000件で3年連続の増加となった。また、民事再生の申し立ては2007年に約2万7000件、2008年に約2万4000件であり減少している。金融庁は消費者、 金融5件以上から借り入れをしている人が2008年3月末の時点で約117万7千人となり、前年同期の約171万千人に比して3割以上減少したとしている。2008年5月、3社以上から借りている人は378万人いる。また、自治体が多重債務者対策に取り組んでいる例もある。 有志先の絞り込みと中小業者の倒産、廃業によって、有志は縮小傾向にあるが、消費者金融大手4社の2008年3月期連結決算は、引き当て金積み増しで赤字となった前期に比して、各社とも黒字に転換している。大手4社の2009年3月期連結決算では、最終損益は、竹藤、プロミスは2年ぶりの赤字となった。アイフル。 アコムは黒字ながら大幅減益となった。2009年11月、政府が貸金業の規制を緩和する方向で検討しており、送料規制の妥当性、ルールの変更の影響を小さくする、激変緩和措置の導入等について議論することが報じられた。2009年11月12日、日弁連は、資金繰り悪化の原因は改正貸金業法施行の 影響等のノンバンクの融資態度、動向では1.5%であり、改正貸金業法を見直す前提事実は存在せず、想定していなかった経済情勢を理由として、規制を緩和すると、多重債務問題が再燃しかねないとして、改正貸金業法の完全施行を求める会長声明を発表した。2010年4月20日、 政府は改正貸金業法の完全施行を2010年6月18日に実施することを閣議決定した。2010年6月18日、改正貸金業法が完全施行され、同時に出資法の上限金利は29.2%から20%に引き下げられ、みなし弁済制度は廃止された。改正貸金業法の完全施行に伴い、過剰な貸し付けを防止するために、 個人向け貸付の借入れ総額が原則として年収等の3分の1までに制限される送料規制が実施された。ただし、個人が事業用資金として借り入れる場合は原則として送料規制の対象外とされるなど例外もある。送料規制に違反した貸付を行った貸付金業者は行政処分の対象となる。借り手は 年収の3分の1を超える借り入れがあっても、貸金業者から新規の借り入れが不可能になるだけで、すぐに年収の3分の1の額までの返済を求められるわけではない。なお、銀行による貸し付けは、貸金業法による送料規制の対象外である。日本貸金業協会が2010年1月25日に発表したアンケート調査によると、 貸金業者からの借り入れがある企業経営者、個人事業主の約8割が2006年と比較して経営環境が厳しくなったと回答しており、直近1年間で借り入れを貸金業者に申し込んだ企業経営者、個人事業主のうち最終的に希望通りの金額で借り入れできたと回答した割合は40%となっている。貸金業法改正が 多重債務者救済や景気、GDP、地方経済に与える影響、また闇金融などの地下経済に与える影響については科学的な研究が待たれる。1990年代以前は積極的な広告活動はなされていなかったが、以後は大手業者を中心にメディアへの露出が多くなった。しかしながら前述した各種書問題の発生により、 貸金関係の広告について業界団体である日本貸金業協会による自主的な再規制が行われるようになった。消費者金融業者のテレビ CM は1970年頃から放映されるようになった。1969年にプロミスが1975年にはアコムがそれぞれテレビ CM を出稿している。ただ一方でこの頃から 強引な貸し付けや取り立てなどが社会問題化してゆき、当時は一般的にサラリーマン金融業者と呼ばれていたため、サラ金問題、サラ金地獄という言葉が定着するとともに、1976年頃からはマスコミ各社によるサラ金批判の風潮が劇的に高まったことで、1977年に日本民間放送連盟が、 消費者金融業者の CM 排除の申し合わせを行った。これにより民放各社は消費者金融業者の CM を一律に放送しないという立場を取るようになった。ただし、在京キー局のネットワーク系列に属しない、サンテレビや KBS、京都など、いわゆる独立 UHF 局では、それ以降も消費者金融業者のテレビ CM を継続して放送しており、 日常的に目にすることができた。特にこの頃から様々な演出で利用を促す内容の作品が制作、出稿されるようになった。1983年に貸金業法と出資法が改正、施行されたことにより消費者金融業界では悪質な業者が徹底的に排除されていった。一方で生き残った消費者金融業者は経営の合理化や 強固な基盤の自立、そして社会的な信頼回復に積極的に努めたことで民放各社は徐々に規制を緩和するようになり、深夜時間帯を中心に再び消費者金融業者のテレビ CM が放送されるようになっていった。1990年代に入ると自動契約機の登場に合わせて一定の知名度を持つタレントや外国人スポーツ選手らが上がって出演するようになり、 お金に困った自動契約機へ移行、電話しようという単純明快な作品が大量出稿されるようになった。消費者金融と関わったことのない視聴者に対して、消費者金融に対する暗いイメージの払拭を図ることにある程度成功したとみられる。実際にアコムが制作した無人君宇宙限定モデルペンは、全日本 CM 放送連盟主催の CM フェスティバルで ACC 賞を受賞するなど業界の枠を超えて注目を集めた。ただ消費者金融各社とも競って自動契約機の CM を大量に出向したことで安易に借金できるような風潮を生み出したことに対する批判の声も高まっていった。そこで消費者金融各社は1990年代後半には 自動契約機に関する CM の放映を控えるようになった。例えばアコムでは CM 中に映っていた無人君の広告看板から無人君の文字だけを消したり CM 演者が歌っていたラララ無人君ラララ無人君のフレーズをララ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 としたりするなどした。一方で独立 UHF 局では旧来のバージョンそのままで放映されており この頃までは在京キー局のネットワーク系列に属する放送局とそうでない放送局とで消費者、金融業者の CM 放送に対するスタンスが大きく異なっていた。2000年代に入ると消費者金融のテレビ CM は在京キー局5社すべてで全日時間帯での放送が解禁となった。2002年にはアイフルの CM で タレント系が出演したことで消費者金融の仕組みを詳しく知らない未成年者らにも CM のイメージが広く浸透するようになった。なお、竹藤、アコムなど一部業者では1990年代後半より CM 本編上に貸出金利、貸出条件などを細かい文字のテロップで表示するようになったが当時は強制ではなかったため貸付リリースなどを 表示しない業者も多かった。その後、日本弁護士連合会などのテレビ CM の中止を求める意見書を受け、2005年頃から午後5時9時までは放送しないとする方針を決定した。また、消費者金融の意図を伝えていないもの、警告表現のないものは、規定不適合とされるようになった。特に在京キー局では各局ごとの表現交差を通過しても、 消費者金融 CM に関する在京局連絡会に挙げられる仕組みが確立された。連絡会で他局の担当者も含めて再度交差を受け、個別局、連絡会の両方で受理決定を受けた素材のみが放送用として搬入できる。この規定によって CM の差別化が困難になり、長らく放送されていたコミカルなストーリー。 ポジティブな演技といったコマーシャルが姿を消し、制服を着た女性店員が事前に無理なく計画を立てましょうを比喩的に表現した業界間で内容が似通った CM が中心となった。また、これを機に自動契約機の CM も姿を消した。その後、2010年代以降は再びコミカルなストーリーをメインとした CM が復活するようになった。一方、 一部の会社では自社の社会貢献活動をアピールする CM も制作されるようになった。この時期には消費者金融業者の再編が進み、その大半が大手都市銀行のグループ参加となったこともあり、それをアピールするロゴやメッセージも追加されるようになった。さらに2006年4月からは午前7時9時と午後5時から10時までは放送できなくなった。 午後10時から深夜0時までの時間帯における放映数上限は50本とすることになり各社の CM をそれぞれ月間100本までに制限することとした。かつては最後にご利用は計画的に使いすぎ、借りすぎに注意しましょうなどの1.2分程度の簡潔な注意文が表示されていたが、過払い金返還訴訟や取り立て問題が表面化した2005年頃から 専業大手の注意文の表示手法が下記のように統一されるようになった。契約内容をよくご確認ください。収入と支出のバランスを大切に、無理のない返済計画を、ローンキャッシング Q&A ブックを店頭で差し上げています。ラジオでは、大手の他に、中堅会社の CM も多く出向されていたが、2000年代、 後半以降テレビのそれと同じ非常に厳しい規制が敷かれ、在京局に限れば上場している大手専業内市は、銀行参加以外の会社は事実上締め出された。また、テレビと同様に、消費者金融 CM に関する在京局連絡会が設けられ、個別局と連絡会による2段階の交差に合格しなければ一切放送できなくなった。全国市には、 主に大手業者の広告が多く掲載される。1990年頃までは、全国紙に広告はなかったが、大手の株式上場の頃から、新聞社の掲載基準が変更されたのか、広告を見かけるようになった。ただし、全国紙に限れば改正貸金業法が施行した2009年6月以降は、消費者金融会社の広告が減少し、代わりに、 銀行カードローンの広告を見かけることが増えている。一方、スポーツ紙や有観紙では、大手業者以外にも産業広告の形で、業歴の浅い中小業者が広告を掲載しているケースが多い。スポーツ紙や有観紙の広告は、かねてから古代広告や多重債務への引き金などの問題が言われており、2008年4月21日の 紙面を対象に金融庁などが広告を調査した結果によると約8割の業者が表示項目の欠落や古代表現などの不適正な広告を行っているとされ該当業者に対しての行政指導が行われた青年漫画雑誌をはじめとする成人男性を主な読者層とした趣味、娯楽色のある各種雑誌にも大手会社の全面広告や スポーツ紙の産業広告と同様の乗り合い広告が掲載されている。成人女性を読者層とした女性週刊誌やレディースコミックでは前社と異なり女性専用キャッシングの広告が中心となり、それを扱う業歴の浅い中小業者の企画広告の掲載が多い。週刊誌においても掲載されているが、そのうち竹藤は有志の申し込みを促す内容を 廃した企業イメージ広告を、週刊朝日及び、在典などの財界雑誌に出稿していた。週刊朝日については、竹藤が2000年7月から51回のグラビア連載記事企画の編集協力費として5000万円を支払っていたが、その連載記事には、スポンサーの記述が一切なかった。これを、週刊、文春が2005年3月末に追求したが、 朝日新聞へ出向した当該号の雑誌広告では記事題名の一部が広告代理店側によって黒塗りされた状態で新聞紙に印刷される事態となっている。電車内や駅構内などの広告スペースに専業大手や銀行グループ、不動産担保融資の貸金業者の広告が掲示されていることが多い。内容のレイアウトなどは雑誌広告と同一であることが多い。 かつては野球場にも多く広告掲示があったが2003年に東京ドームが4社あったものを契約満了で全廃してから横浜スタジアムや千葉マリンスタジアムなど各地でこれに追随する動きが相次いでいる。なお運営会社の東京ドームは2006年まで中小消費者金融に対して運転資金を融資する卸金融の後楽園ファイナンスなどが関係会社にあり 売却に伴う損失発生までおろし金融事業の利益が東京ドームの一定の収益確保に貢献していた。自動契約機の CM は同業の CM 規制緩和に伴い登場した。大手6社では、いらっしゃいまし、ん、無人君お児道さん、縁結び、一人で出来ふとし、ポケットバンクなど、ウィットに富んだネーミングが特徴である。これは前日した通り、 暗いイメージを払拭するための試みであり、これらの CM は話題を呼び、表向きのイメージ改善には成功している。特にアコムの無人君の CM は、宇宙人をモチーフにしたコントが一世を風靡し、CM ソングも流行した。時期を前後して、アイフル、お地蔵さんのイメージキャラクターであるお地蔵5人がダンスしていたサチョモのお地蔵サンバや竹藤の CM のタイアップとして、 長山陽子の結ばれたいの等の CM ソングが CD 化され発売された。竹藤、アコム、プロミス、アイフル、山陽審判、CFJ、GE コンシューマーファイナンスの7社合同でストップ。借りすぎというキャンペーンが2006年6月9日から2007年3月頃まで実施されていた。まだ借りても大丈夫。 返済はどうにかなるといった考えの危うさに気づき、多重債務に注意してください、といったキャンペーン内容で、グラスに注ぎ続けた水が溢れ出すというテレビ CM も放映されていた。また、各社独自の CM の最後も、ストップ。借りすぎという統一ナレーションに差し替えられていた。集客のために多くの会社がキャッチフレーズを決めている。返済を計画的にしましょう。 といった表現がされているものが多く、CM 内で使われているのもあれば、店頭で使われているのもある。大手、純大手の消費者金融の多くは、契約を行っていないものに対して、ダイレクトメールや電子メールでの融資勧誘は一切行っていない。これらや、その関連会社を名乗って一方的に送りつける、ダイレクトメールや電子メールはまず偽物と思ってよい。 有資詐欺の可能性が高い。ただし、電話営業については、既存の契約者を対象に行われる場合がある。電子メールについては、消費者が会員となっている各種サービスサイトの公式メールマガジンを介して消費者金融の申し込みを勧誘する内容があるが、これは公式な内容であり、虚偽の有資詐欺には含まれない。かつては、全国各地に、 サラ金業者だけが多数入居する、いわゆるサラ金ビルというものが存在した。しかし景観上の問題や借金を煽るという理由、大手もしくは純大手の業者以外は2000年代以降、廃業や合併が相次いだこともあり、現在はあまり見られなくなった。有名なサラ金ビルとして、札幌市と夜開く平岸市の富士ビルなどが挙げられる。かつてこのビルには、地場金融のアースや、 パスキー、アコムなど大手、純大手金融が多数入居しており、サラ金ビルとして全国的に有名であったが、現在はアコムなど3社のみとなっている。貸金業者の内消費者金融を主事業とし、2000年から2009年の間に会社団体、または親会社が株式上場していた企業。このうち規模の大きい竹藤。 アコム SMBC コンシューマーファイナンスアイフル、レイクアルサ、産業審判は消費者金融大手と位置づけられている。1997年2月に、竹藤、アコムプロミスアイフル、産業審判が、消費者、金融5社連絡会を結成。同年5月に、旧、レイクも加入し、消費者金融連絡会と解消。連絡会では消費者金融の計画的な利用を、 啓発するテレビコマーシャルを放送し、学者風のいでたちをしたタパルス博士が登場する。博士の名前は、加盟会社の頭文字を本社所在地の東から西に並べたところから付けられたものである。消費者金融連絡会は2009年4月30日にホームページを閉鎖した。レイクは1998年に、 GE キャピタル参加の GE コンシューマークレジットが事業を承継し2003年4月に連絡会を脱退した。なお、当初から連絡会のメンバーである三洋審判と同規模であったため脱退後もそのまま大手六社として数えられることが多かった。レイクを手掛ける GE コンシューマーファイナンスは2008年に新生銀行子会社となり 翌年申請フィナンシャルへ社名変更、資本構成上は完全な銀行系となる。産業審判は2010年にプロミスが吸収合併し、法人格が消滅した。また、レイクの商標と店舗網などは2011年10月1日から親会社の申請銀行が承継し、銀行カードローンへ倶がえして、新規展開が行われる。また、アコムは、 三菱東京フィナンシャルグループとの業務提携を経て2008年12月に MUFG の連結市会社となり、プロミスも三井住友フィナンシャルグループとの業務提携、産業審判の吸収合併を経て2012年4月に SMFG の完全子会社となった上で、同年7月に商号を SMBC コンシューマーファイナンスに変更しており、 経営破綻した竹藤を除くと2012年時点で現存する専業大手で独立系であるのはアイフルのみとなっている。専業大手及び専業大手の子会社。銀行系消費者金融とは設立当初、主に銀行と大手専業会社の合弁で2000年から2002年頃までに設立された消費者金融会社である。主にサラリーマンや 公務員など継続的に安定収入のある人物を対象としているが銀行本体のカードローンでは収入などの属性で借り入れが難しい人物で専業会社で借りるには後続性の人物であるといった銀行ローンと専業の中間クラスのような層が対象である。資金面で出資者である銀行等のバックアップがあるなどして 利息制限法の基準の範囲内の貸し出し利率で営業しており、専業会社と違って友人店舗を持たない点が特徴的である。郵送や電話、インターネットなどで申し込みし、比較的短時間で審査の可否が決定し、契約が成立次第、ローンカードを郵送するなどして利用が可能になるものである。この申し込み時の審査に、 出資者である消費者金融会社に蓄積されたデータとノウハウを活用することによって迅速な審査の可否判断が可能になっているほか、一万一、延滞事案などが生じた、際の再建回収なども実質的に消費者金融会社側が受け負うようになっているのがほとんどである。消費者金融という言葉や、金融会社に抵抗を覚える人も数多くいることから、 当初から銀行グループなどと強調したり、個人向けローン会社などの表現を全面的に出すものが多い。設立当時はグレーゾーン上限金利での貸し付けが通常であった、専業の消費者金融よりも金利が10%前後も低いことと銀行系であることを強調した宣伝を行っていたが、最近では専業大手も大手銀行系グループの一員となったり、 おおむね2007年以降に契約した新規顧客に対しては、グレーゾーン金利を撤廃して、銀行系金融業者と同等以下の金利に引き下げる、等の施策を行った結果、両者の際はほとんどなくなり、現在では、専業と銀行系の区別と存在意義は曖昧なものとなってしまっている。弁護士、認定司法書士等が任意整理を受任した場合は、利息の引き直しはなく、 将来利息は原則として付けずに、残債務を一括、分割返済する。資本参加によるノ専業会社として設立され、銀行の資本参加により、銀行市会社にあるもの。専業大手子会社に属さない独立資本だが、地域規模で純大手の会社。経営の弱体化により持ち株会社に買収された会社が多い。クレジットカードを本業とするノンバンクの子会社。 経営が弱体化した中堅会社を実業からが買収しグループに組み入れたもの。クラビスのように当初の親会社がバルクセールで投げ売りしたものを買収し譲り受け債権の回収などで収益を上げる事例が多い。上記項目に属さないもの。アメリカではサブプライム問題で日々の生活費の調達が困難になった個人が米デーローンを利用するケースが増え。 ペイデーローンを取り扱う企業の収益が増加している。ペイデーローンの利息は年利率換算で数百に達する場合がある。中華人民共和国では従来消費者金融は認められていなかったが2009年5月12日中国銀行業監督管理委員会は消費者金融の制度導入に向けたパブリックコメントを開始した。香港では日系企業として プロミスの現地法人、独立系の日本網楽通財務が営業している。2010年、プロミスが新選手で現地企業との合弁で消費者金融事業の認可を取得。2011年に新洋市で営業許可を取得した。韓国では業界1位のラッシュキャッシュ、業界2位のサンワマネーの日系消費者金融業者で業界シェアの半分以上を占める。 100%を超える金利での貸し付けや闇金融業者の横行、厳しい取り立てが行われていたため、日本同様社会問題化している。上限金利は段階的に引き下げられ、現在では24%となっている。上限金利が日本より高いため、上限金利引き下げで経営が厳しい日本の消費者、金融業者が韓国に進出を検討中と言われている。 イメージの悪い消費者金融専業事業者が貯蓄銀行を買収して間接的に消費者金融市場に参入する動きがある。かつての KC カード、会社分割後の J トラストカード、SBI、オリックスなど日本の金融会社が貯蓄銀行を買収している。要保証人、または U 担保の商品への借り換えは債務整理、過払い請求の障害になることがある。 クレジットカード業を営む企業においては、販売信用業務よりも消費者金融業業務による収入の方が多い状況となっていた。しかし、貸金業法改正、過払い金返還請求により収益が悪化。トヨタファイナンスなどのように消費者金融業務から撤退する企業も現れた。ありがとうございます。